昨日ね、東京ゲームショウで、まあ、お昼時、真っ昼間からあのギャルガンの映像を流したところがあるらしいんだよね。おい、やりやがったな、ハピネット、おい。ハピネットやりやがったな。その前に D3 パブリッシャーの時間だったから、俺ちょっとこれ危ないんじゃないかなって。午前からいきなりなんか変なゲーム出すんじゃないかなと思ったら D3 パブリッシャーはセーフだ。ああ、これ良かったと思って油断してたら、おい、昼ばっかりギャルガン流したな。おい、どうも皆さん、こんにちは。ゲージチャンネルです。というわけでですね、日曜日の動画はですね、1週間のゲームの情報なんかをダッとまとめたね、そんな動画をいつもお送りしておりますが、今現在ね、東京ゲームショウ真っ只中でゲームの1週間のね情報まとめとか言われてもって思うかもしれないですよね。思うかもしれません。いや、実はね、これね、東京ゲームショウ関係なしにしても1週間もあると、まあゲームの面白いニュースとか話題って結構あるんですよね。ということで、まあなんかいろんな情報入ってきすぎてますよね、この数日間。なんか情報を俺もう集めるの疲れたなってちょ、俺も今思ってるんだけど、そんな風に同じようにね、東京ゲームショー疲れの皆さんにちょっとね、なんだろう、ほっと息抜きするようなゲームの話題を提供していこうかななんて思いますので、まあ、もしよかったらね、お時間ある方ぜひお付き合いいただけたらと思います。そして動画が面白いと思ったらぜひグッドボタンを押していただけるといいななんてちょっと、思っておりますので、よろしくお願いいたします。では行ってみましょう。こちらのね、話題から僕は触れていきたいな。みんな朗報だよ、朗報。なんかね、ファイナルファンタジー16、まあちょっと前に発表されましたけれどもね、まあ発表されたけど、まあどうせあと5年は出ないんだろうなってみんな思いますよね、思いますよね。なんかどうやらね、FF16 ってもう少なくとも4年は開発が続いてるということが、って言われてるらしいんだよ。え、マジかよ、そんなわけないじゃん。救いにだよ机になんだよ。ちょっとコンセプトアートできただけですぐ発表しちゃう、あの机にだよ。 4年も実は開発してもそんなわけないだろう。これディスってるわけじゃなくてディスってるわけじゃないんだよ。これね、どういう噂かっていうとですね、これブルームバーグの記者がポッドキャストのトリプルクリック、ポッドキャストっていうのはなんかまあオンラインのなんかその情報サービスだと思っていただければいいんですけれども、まあ、それのトリプルクリックってやつに出演した時に、まあもう4年は開発してるはずだよみたいなことを言ったということですね。まあただそれだけの話なんですけれども、まあ、プロデューサーの吉田直樹さんも、まあ、少数でコツコツと積み上げてきたって言ってるので、まあそういう時期も含めての4年だと思うのでね、まあ実際にそのね、ゲームの進捗状況がどんなもんなのかっていうのは、まあ、4年経ってるっていうその数字からだけでは全くちょっとね、まあ、想像もつかないところではあるかなと思うんですけどね。いやでもね、俺ね、16はね、まだね、まだもう少しゆっくり開発すると思うんだよね。変な話、まあ、PS5 が市場にしっかり出回ってから販売を開始したいよね。変な話だって、スクエニのやっぱり一番の看板タイトルなわけですからね。だからまあ慌てて発売することはないんじゃないかななんていうふうには思ってます。まあ、とはいうものの、まあ、ひょっとしたら、結構早い段階でね、まあ、次の情報や発売時期なんかが来るかもしれないですよねなんていうことを期待して期待はしたって全然いいんだから、もう期待したって損なんかないんですからね、ということでね、そんなふうに期待していきましょう。まあ、そんなわけでね、新しいゲームがたくさん発売されるということでね、日本でも PS5 がもう売れまくっちゃってますけれども、ソニーがですね、まあ、PS5 の予約にまつわる、まあ、その混乱をですね、謝罪しました。プレイステーションの公式の方で謝罪してまして、まあ、謝罪の文章的に言うと、正直に申し上げると PS5 のプレイオーダーはもっとスムーズにできたかもしれません、そのことを心よりお詫び申し上げます。今後数日の間により多くのプレイステーション5本体の予約販売を開始する予定です。そしてより多くの PS5 が年末までに発売される予定です、というふうに公式のツイッターでこれ発言されたんですよ。これマジか、キラキラって思うけど、これ海外の話ですこれ海外の話、アメリカ北米の方の話ですね。っていうのも、まあ、日本では変な話、まだ混乱起きてないんだよ、まだみんな抽選受けてる段階だから、特にね、台数が足りてるか足りてないかとかっていう話にはまだなってないんですよね。でね、なんか海外、北米の方ではほとんどの小売店がもう予約を終了しちゃったということなんですよね。っていうのもね、なんかね、PS5 のなんかその発表してから、その次の日に、
予約を開始する予定だったんだけど、もうほとんどの小売店がもうその日のうちに予約開始しちゃったんだってみたいな感じで、まあちょっと混乱が生じてしまったと。っていうのもね、もともとプレイステーション5の予約急には始まらないよっていう風に事前に言ってたのに、結果的に急に始まっちゃったしみたいな、そんなこともあって、まあ、謝罪されたんじゃないかなと思います。いいな、北米の方では。じゃあ何、ちょっと今もう手に入んないでうーってなってる人たちも、ひょっとしたらまだ今年中に手に入るチャンスが来るっていうこと。ちょっと待って、これ俺たちもさ、予約できなかったらめっちゃ混んでてさこねたところで PS5 は出てこんのじゃということでね、まあ、そんな感じで一連の流れがありましたねというところです。さあそしてね、そんなわけで、まあ、対抗するわけではないんですけれども、 Xbox シリーズ X、シリーズ S どちらも、まあ、予約始まりましたよね。でね、これすごいなと思ったのが、 Xbox シリーズ S に至っては日本で予約始まる直前にね、値段下げやがったよ発売する前に値段下げるのって、そんなことって前代未聞かな、わかんない、前例があったかどうかはちょっとわかんないんですけれども、 Xbox シリーズ S が 29,980 円とすごいお求めやすくなって、まあ、シリーズ X は値段そのままだったんですけれどもね、なんていう形で日本でも予約が開始されまして、まあ、見事今どこでも売り切れてるのかな、在庫復活してるみたいな話もなんかちらっと聞いたりはしたんですけれども、ちょっと確認はしてません、どうなっているのか分かりませんけれども、まあ北米の方ではでもかなり売れてるみたいでして、やっぱりどこも売り切れになっている中で、そんな中ですね、そんな北米では Xbox One X が売り上げ大幅アップしてるそうです。どういうこと、これ間違って買ってんだろこれ。いや俺もね、なりそうだったもん。だって変な話、予約するときに Xbox シリーズ X どれだって見てて、なんか間違ってさ、あったかなって思っちゃうもんね、あれね。間違って買ってる人も結構いるのかななんてちょっと思いますけれどもね。あの1日の売り上げが過去の7倍ぐらい急増したということで、まあなんだろうね、まあ新しいゲームハード出るからちょっと記念に買っておくかみたいな、記念っていうか、まあ今後発売されなくなるじゃない、ね、ものによっては、だから買っとくかみたいな人もひょっとしたらいるのかもしれないですよね、なんていうところですけど、まあ大半が間違って買ってそうですけれどもね。でね、 Xbox シリーズ X、 Xbox シリーズ S に関しては公式の拡張ドライブ 1TB が、発表されただけかな、発売日等々はちょっと分かんないんですけれども、まあ、拡張ドライブが発表されておりまして、それの値段も発表されているということです。値段が日本円にすると 23,000 円ぐらいと、 1TB で、うんなかなかな値段なわけですよねこれね。いやだって速度が結構あるわけでしょ。でなんか写真とか見るとね、結構サイズ感も小さい、でもサイズ小さいんだけど、 Xbox シリーズ X とかに挿すとなんかビョンってはみ出るらしい、はみ出てしまうらしいんですけれども、まあ Xbox に関してはね、まあもう販売に向けて様々な準備が整っていると。プレステ5もね、拡張ストレージ多分欲しいよね、みんな欲しいよね。いやでも高速 SSD ってなったら外付けって多分できねえから、中パカッて開けてさね、つけるみたいな形しか無理だと思うんだよね。その辺どうなってくるのかちょっと気になるところではありますけれどもね、まあその辺に関してはまた発表があり次第なんかね、動画でお話ししたいななんて思っております。でね、 Xbox つながりでそのままお話ししちゃうんですけれども、マイクロソフトのクラウドゲーミングサービスプロジェクトクラウドがですね、日本でもサービス開始ですね。2021年前半から提供で100本以上のゲームが、まあ、Android 端末でプレイ可能ということだそうです。Xbox ゲームパスのアルティメットに加入していると、まあ、遊べるというような感じでしょうかね。日本でそれに加入すると、まあ、月額1100円という形なので、まあ、非常にリーズナブルなゲームのサブスクサービス。まあでも Netflix とか Hulu とかと同じぐらいの価格帯だって考えると、まあまああれかなというところですね。まあゲームのあり方がちょっと変わってきそうかなと思いますね。まあでもクラウドゲーミングに関しては海外の方でもスタディアがあんまりいい感じでまだ進んでない中で、果たしてこのマイクロソフトのね、クラウドゲーミングサービスはどうなのかなんていうところもすごく気になってくるところではありますけれどもね、来年入ってきたらちょっとね、少し触れてみたいななんて思っております。で、これクラウドゲーミングサービスの話ででかいニュース出てますよね。 Amazon のクラウドゲームサービス Luna 発表されました。ここのクラウドゲームサービスはね、安いぞ。ね、まだね、これも海外で、早期アクセスっていう形で始まるサービスなんですけれども、49.99 ドル、まあ、日本円にしたら、まあ、500円ちょっとぐらいの価格なんでね、アマゾン、まあ、だからそう安いんだよね、アマゾンはね、そういうのがね。
まあ、Amazon といえばね、Amazon ウェブサービスがあるから、多分クラウドはすげえ強い気がするんだよね。確かだってさ、Amazon ウェブサービスって利益だけで言ったらもう Amazon の販売の利益よりも確か高いんだっけ？どうだっけ？いやでもすごい利益を出してるんですよね、Amazon ウェブサービスは。まあ、クラウドサービスで、まあ、世界一のシェアを誇っているわけですから、それを利用したクラウドゲームサービスは、まあまあかなり強力だろうなというところです。この Amazon ウェブサービスも 4K60fps で遊べるということと、 Fire TV、パソコン、Mac、iPhone、iPad、Android、 Android は、まあ、追って対応するっていう形かっていう形で、まあ、様々なデバイスに対応していて、コントローラーを販売すると。でさらに UBI ソフトチャンネルが設立される予定で、アサシンクリードバルハラとかファークライ6といったゲームが遊べると。これは強そう、強そうですよね。でさらにね、ツイッチ連携があって、ツイッチワンタッチでもうすぐにゲームが始められるみたいな感じらしいんだよね。だからそのなんだろう、人気のストリーマーがゲームやってて、うわ面白そうと思ったらそこタッチしたらもうすぐに遊べるようになっちゃったりとかっていう、それができたらさらにそのストリーム、まあ、ゲーム実況とみんながゲーム遊ぶっていうそのコミュニティがより強固になっていくっていう、すごいどんどんね、こうプラス、すごいシナジーがねごめん、しなしって言いたかっただけなんだけど、生まれちゃいそうだよね。まあでもね、さっきもちょっと話したんですけれども、スタディアの方は、まああんままだうまくいってないよね。まあ入力遅延問題とかがまだ大きいのかなみたいなところがある中で、果たして、まあマイクロソフトの、クラウドゲームサービスもそうだし、アマゾンのクラウドゲームサービスも、果たしてどうなってくるのか。まあ三つどもえになってますね、もはや。ね。この三つどもえのゲームサービスが、今後のゲームを大きく変えていくのかななんていう風にちょっと思っちゃったりしてます。任天堂さんとソニーさんにもマジ頑張ってほしいという感じでした。さあそんなわけでね、次の話題いきましょう。毎年行われておりますザ・ゲームアワードなんですが、今年も開催が決定しておりまして、今年は12月10日に開催です。でいつもですね、まあ、リアルイベントだったんですけれども、やはり、今年はオンラインイベントという形で、ロサンゼルス、ロンドン、東京のスタジオから配信するということです。東京入ってんだちょっとすごいねとちょっと思ってしまいました。でゲームアワードといえばね、まあ、ただのゲームの表彰だけではなくて、まあ、ゲームの賞を称えるっていうのが一番のあれですけれども、なんかワールドプレミアとしていろんなゲームの情報とかも一緒にそこで発表されたりするので、かなり大きなイベントだったりもするので、これは楽しみですよね。まあもともとねゲームアワードに関してはね、日本の我々はまあこうオンラインで見るだけしかできなかったものなので、オンライン開催になったからといってそんなに我々にはね、あの変化は感じないかもしれませんけれども、今年はね、果たしてどのゲームがゲームオブザイヤーを獲得するんでしょうかね。去年はね、セキロシャドウズダイトゥワイスが、ゲームオブザイヤーを獲得しておりましたけれどもね、今年も楽しみですね。12月10日要チェック。では続きましての話題です。ドラゴンクエスト11なんですけれども、全世界販売本数が600万本を突破したそうです。おめでとうございます。半分以上日本の売り上げだぞ半分以上日本の売り上げですね。PS4、3DS、Switch 全部合わせたら多分340万本、ダウンロード版とか入れたらもっといってんのかな。まあ日本だけでかなり売り上げを叩き出しておりますけれども、でもね、ドラクエ11は海外でもまあまあそのまあすげえ売れてるわけじゃないにせよ、売れたところからすると結構評価は高めだったりするということで、まあ、今後ね、ひょっとしたら海外の展開をもっと強化して、いややんねえわやんねえわ、ドラクエはそれやらないんじゃねえかなね。あくまでもなんかこうその元あるドラクエの良さをより磨き上げていくみたいなことでファンを獲得し続けてこの600万本っていう結果だから、急になんか路線変更とか多分しないなと思いますけれどもね。まあ、次回作どうなるんでしょうかね。ドラクエとか FF は多分俺が死ぬまで多分ずっと続くコンテンツだと思うんだよね。果たしてどうなっていくんでしょう。いや死ぬまでは続かないかな。どうだろうね。どっかで古くなってしまうのかな。ねえ、ちょっと気になるところではあるんですけどもね。とはいうものの次回作楽しみですよね、なんていう感じでした。でね、売れてるゲームといえばね、このゲームもね、どうやらすごい売れてるらしいんですよね。スペルブレイク。これ YouTube 見てたら今結構 CM 入りますよね。
累計プレイヤーが500万人に到達。まあ売れてるって言っても基本プレイ無料のゲームなんであれなんですけどね。でなんか日本はね世界で2番目に人口が多いらしいです。いやこれでもね俺まだ遊んでないんだけど面白そうっちゃ面白そうだもんね。メタスコア的にもまあまあ高評価なのかな、高評価のようですので、まあ、基本プレイ無料ですから皆さんもね気になってた方はチロッと遊んでみてもいいんじゃないかな。そのままハマれるんであれば無料でハマれるゲームがあるって最高じゃない。では続きましての話題です。これツイッターとかでも結構話題になったので皆さんご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、今大人気ゲームフォールガイズなんですけど、フォールガイズにまあ、登場する可愛らしいキャラクタージェリービーンズの、まあ、骨格図が公開されましたね結構衝撃的な骨格図なのでちょっと皆さん見たくない方はこれ飛ばしてください。このぐらいの時間まで飛ばしてください。骨格図今から映しますよね、公式が発表した骨格図です。これですねあの可愛らしいジェリービーンズなんですけど、まあ、身長180センチとかって言われててね、でなんだろうこれもう半分悪ふざけだろみたいな骨格図なんで、まあ、夢も希望もねえなみたいな感じではありますけれどもね。ただこれで結構そのプレイヤー的には割と受け入れられてるっていう言い方も変かもしれないんですけれども、それはそれでまたねまあ好意的に受け取られてるようです。だからなんかさゲームによってはさねちょっとその公式がそういう悪ふざけしちゃうとね叩かれちゃいそうなもんだけれども、フォールガイズはユーザーと、まあ、運営のコミュニケーションが結構うまくいってる例だななんていうふうに思っております。まあこんなちょっとねって思うようなのもまあユーザーは結構受け入れてる人が多かったりするのかなというところです。ただしその代わりですね、なんか内部で開発チーム内部でいやいや違うこっちが本当のフォールガイズだっていう画像をまた上げてたりするんですよ。その画像によるともっと可愛いもっと可愛い、まあ、中に骨とかはなくね、なんかわかんないけど可愛らしい心臓で動いてますし、サイズ的にもミニでちっちゃくて可愛くなっております。さああなたはあなたはどちらをどちらを受け入れますかって言われたらもう一つしかないよね。まあまあまあこんなねちょっと面白おかしいことも含めてフォールガイズなんだといったところです。週末皆さんフォールガイズで遊びましょう。言っても俺もねフォールガイズ一回王冠掴んで以来遊んでねえんだよな。時間あったらライブ配信とかでまたやりたいよね。やりたいよ、でももうみんなめっちゃ上手くなってるでしょ、ね、俺みたいにちょっと離れたプレイヤーが今更王冠すんなり取れるみたいなこと多分もうねえんだろうなとかって思いつつもなんだけれども、ちょっと時間あったら皆さん一緒にね、遊びましょう。その時はねあのゲーム実況チャンネルがあるのでそちらの方で、見に来てくれると嬉しいなと思います。でそういった告知とかもライブ配信やるよみたいな告知もツイッターの方とかではさせていただいてますので、まあ、ツイッターあのフォロー、ね、してもそんなに面白いことつぶやかないんだけれどもそんなに面白くないツイッターだけでもまあフォローしてくれたら嬉しいなといったところで、まあそんなわけでね、あの東京ゲームショー真っ只中ではあるんですけれども、東京ゲームショー以外の話題なんかでもすごいいろんな話題がたくさんありましたねという、そんな感じのお話でしたね。お付き合いいただきましてありがとうございました。残りの東京ゲームショーの時間、いやーなんかね俺お祭りみたいな感じで楽しい気分になってるんですよ。東京ゲームショー見ながらなんかね あれさオリンピックとかワールドカップとかやってる時みたい、ね、テレビで常にやってるじゃん。そんな時の気持ちになってるんだよね。終わるってなったらすげえ寂しいなとかってちょっと思いながらもなんですけれども、残りの時間を楽しみましょう。ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。今日の一言、今夜はですねスクエアエニックスさんの放送であるあのヨシピー散歩を見るつもりですね。いやないと思うよ、16の情報ないと思うよ。念のため見たいの、見たいんです。はい。